画面の前の皆さん、こんにちは。夏川椎名でーす。今日から新しいゲームを始めていきたいと思いまーす。お？あ、言語？日本語で。バックイン1995。読み方合ってるかな？バックイン1995だったりしますかね？このゲーム、私もちゃんとまだ、調べられてないですけど、どうやら、もうタイトルの通り、1995年に戻ったようなゲームの感じらしいです。1995年っていうと、私が1996年生まれなんで、夏川マイナス1ちゃいですね。夏川マイナス1ちゃいの時のゲーム、の雰囲気にこう合わせたようなものになってるんだと思います。早速やってみましょう。スタート。お、初めから。なんだろう。多分だけど、ホラーゲームかもしれない。スローザウスコードアウト。ワープ？ブズ。あ、びっくりした。なんか、英語出てきたから私言語設定間違ったかと思ったけど、これはなんか社名とかかな？なんだろう。やっぱちょっと1995年的なゲームってことで、若干やっぱ画質っていうのなんていうのかな？ちょっと荒い感じはしますよね。バックイン1995。奥にあるの何かな、あれ。白いやつ。わぁ、ちょっとこれ、怖いかもしれん。怖くない？ちょっとなんか音の感じとかさ、大丈夫かなこれ。あ。So、that's the tower. あ、英語だ。あれがタワーか。ケント。Guess I'll make my way there. 行かなくては。どこに？私は戻ってきた、この忘れ去られた場所に、あの惨劇からどのくらい経ったのだろう。これまでもずっと前に進もうと努力してきたつもりだった。だが何をしてもずっと同じ場所に留まったままもがき続けている気がしてならなかった。あのタワー、あそこで過去を清算しなくては。あ、さっきの白いやつタワーだったのかな？惨劇ってなんだろうね。わー、始まった！十字ボタンで移動。あ、奥にタワー見える。うわー！え？な、あ、ちょっと待って、これ。私今これ、下ボタン押してるんですけど、あ、下ボタン押すとバックしちゃうんだ。あ、こういうことね。あ、これならまあ、わかるわ。ちょっと慣れないな。あ、そういうことか。こういう、こっち向いてる時に前に進もうと思ったら、上ボタンを押さなきゃいけない。なんていうのかな？なんか操作感がちょっと難しいです。私が自分で思ってる反対側を押さなきゃいけないみたいな感じ。OK。どこ行けばいいのかな？てか、このカメラワーク、カメラもね、動かないんですよ。これが1995年か。あ、調べる。何？あ、なんだろうこれ。ドリンク？体力を少し回復する。ドリンクをゲットしました。こっちも行ける？あ、これまだ行けない。いけない。ここはちょっと壁があるのか。なんかちょっと壁も分かりづらい。分かりづらいからちょっと見えなかったけど。多分ここに入ればいいんだと思う。開く。ちょっと操作感独特。ああ、階段。上に行くのかな？下かな？あ、上の階行けるじゃん。下にも行ける？こう。こうして。慣れないな、操作。なに？なんだ、あいつは。なに、泥が手生えてるみたいな。なに？ん？動かせる？逃げろってこと？逃げろってこと？来てないよ、でも。来てないよね。逃げればいいのかな。逃げまー。向かっていくの？逃げるよ。逃げるからね。いいんだよね、逃げて。あ、でもそっか、ここに戻ってきちゃうのか。じゃあ何？立ち向かっていくってこと？
え、ちょっと待って。いやいや、待って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 、何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 、逃げよう。あ、もう怖い怖い怖い。カメラワークが自由効かなさすぎて、あと、操作が、な、ねえねえねえ、待って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 、いや、え、え、でも悪いやつじゃない、なんか、襲ってこないし。え、でも、待って、いや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 、ちょっと待って、お願い、来ないで。来ないで。来ないで、来ないで、いい、ちょっと待って、でも廊下いるもんね。廊下にもいるんだもん。だって。あ、あ、あ、いない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 。さっきの場所戻ってったのかな、もしかして。また来るかな。怖い、怖い、怖い。でも、さっきの部屋なんか調べるってあったよね。調べよう。調べよう、それだけ調べよう。オッケー、オッケー。出てくるって分かってるから、うっとい、って。ちょっと待って。あ、いな、いなくない、いなくない、あ、あ、よしよし、調べる。はぁ、あ。メモ。例の部屋の鍵は屋上の室外機の裏だ。例の部屋の鍵？例の部屋の鍵？え、ちょ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 。例の部屋の鍵、屋上の室外機の裏。じゃあ、屋上戻るか。下行けないっぽいね、これ。いやぁ！本当に！ね、本当に！私、本当に苦手なの、そのなんか、いきなり出てくるみたいなやつ。でも、なんだろう。グラフィックがさ、そんなに、なんだろう。あの、精密じゃ、綺麗じゃないから、助かってるかもしれない。めっちゃ叫んじゃったよ、一人で。本当に恥ずかしいよ。室外機の裏って言ってたね。室外機ってどれのことかな？これは違うよね。ちょっとね、移動がちょっと遅いんだけど、B とか押しても走ってくれないんだよね。この走れないのがまたちょっと恐怖を煽るよね。あー、室外機。これだね。裏だから、こうして、こうして。この辺？こうか。あ、調べる。ちょっと待って。調べる。ドアの鍵。か、ゲットできた。ドアの鍵って言っても、どこのドアの鍵なんだろうね。あ、でもそっか、さっき、お化けが出てきた、あの泥みたいなやつが出てきたところ、出てきてた扉があったよね。あっちまだ入ってないから、そこなのかな。でもいるんだよな。もうカメラワークがね、ちょっと怖いの。こっちに、こっちに。でも、いやいや、いるよね！だっているんだもん。だって、いい、どうしたらいいのこれ。横を抜けるしかない。横を抜けるしかない。よしよしよし。ああ。あ、ここのドアの鍵だったんだ。オッケーオッケー。え、電話？電話だ。でも待って、さっきの廊下のところさ、もっと奥あったよね。あっちでも行けないかな。ここ行く前に、そっちにも行ってみよう。え、いるかな？あ、いないいない、よかったよかった。ここ、このドア。いる？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 いない？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 いないね？いないね？あ、これドリンク、これドリンクじゃない？後ろ下がって。いないよね？いないよね？本当に、いないよね？いないよね？よしよし。はい、あ、調べる。ああ、体力を回復するアイテムと、これ何？鍵かな？あ、パイプレンチ？アタックボタンで攻撃。アタックボタン？アタックボタンどれだろう？X でアイテム。うん。戻りたい。あ、ウェポン。ちょっと待って。あ、戻るこれか。B、違う。R？ ZR。アクションボタンってどれだろう？アクションボタン特にないかも。またどっかでチュートリアルあるかな。でも多分この武器は持っといて損はないと思うんだ。これは調べられない。アクション、あ、Y だった !Y か！おっそ！おっそくない？それ、倒せるな、あいつ。これ武器耐久度とかないかな？ない、あ、無限って書いてある。ないっぽい。え、じゃああいつ倒してみる？あの、泥みたいなやつ。倒せるってことだよね、これ。アイテムあるってことはさ。ちょっとこの廊下のやつ倒してみようかな。来い。Y ね。Y ね。あれ？来ないな。来ない。あ、痛い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 。え、あ、当たんない。え、あれ止まってない？こいつ。見失ってるのか。あ、何？なんか血みたいなんでた。
やったやったね、イエーイ。武器あればもう怖いもんなしよ。もうあんなに叫ぶことはないですよ。皆さん本当に、本当にお耳に騒がしい音を聞かせて申し訳なかった。本当に。これでも夏川最強です。で、さっきの部屋、鍵を使って開けた扉の先ですね。さっき電話鳴ってたね。電話、これかな？調べる。録音メッセージを再生します。お、三つって、何かを見つけてみたいな。どうしたん？どうしたん？どうしたん？何？何？頭が？頭が？あああら。倒れてしまいました、ケントさん。気がついたか。どこここ。Where am I? ここは？どこよ？でもお医者さんっぽかったね。目覚めると私は病室のような一角のベッドの上にいた。この男は自分のことを GP と名乗った。グランプリ？イニシャルか何かだろう。この建物の屋上で倒れていた私を解放してくれたそうだ。このビルにどうやってたどり着いたかは思い出せなかった。記憶喪失なの？男は私が目撃した怪物について話してくれた。あの、ドロンコ？奴らはこの街に突然現れ人々を襲っている。地上に近づけば近づくほど危険だと。へえ。じゃあさっきの奴らはビルの上の方にいた奴らだからあんまり強くなかったのかな？弱かったのかな？そして彼は一人このビルの最上階に立てこもる日々を過ごしているということも。GP ね。私は早速タワーに向かいたいと話した。地上がそんな状態なら何か別の手段がいる。GP によれば、この街の生き残りはビルとビルの間をワイヤー装置でつなぎ、救助が来るまでお互いに物資を送り合っているらしい。へえ、そういう世界観なんだ。だが、運の悪いことに、今ここのビルのワイヤーは壊れているらしい。あ、じゃあこのビルだけちょっと、孤島状態ってこと？まずは、屋上の室外機の様子を見に行って、また室外機？ GP はそう言った。さっきも見たよ、室外機。室外機ゲーじゃん。これが GP。グランプリさん。さっき話しただろう、屋上へ行って室外機の様子を見に来てくれ。見てきてくれ。うん。屋上に出て左に行けばすぐある。一番奥のやつだ。さっき調べたもんだって。武器が必要ならそこのベッドの上にあるレンチを持っていけ。ああ、でも武器はあるんだよな。武器って何個か持っていけるのかな。あ、持ってけるっぽい。荷物の重さとかそういう概念はなさそうだね。うん。あとは特に調べるものもないかな。あ、あの棚の、白い棚の上にあるやつ、あれ、ドリンクだったりしない？おいー、ドリンクー。ドリンクっていうか、なんか音がさ、カチャカチャ言ってるから、なんか錠剤っぽいね。え、なに？パソコン？調べる。あー、セーブだ！セーブ、セーブ、大事、大事。してこう、してこう。セーブ。セーブをします。はい。リバーサイドの月下50階。ああ、じゃあ今50階にいるんだ。50階って結構高いね。だからあのさっきの奴らは、のろかったし、弱かったのかな。怖いからセーブ2個しとこうね。オッケー。戻る。じゃあ、グランプリさんの言う通り、屋上に行きますか。だんだん操作も慣れてきた。ここ、いるの？あの、あいつ、ドロンコ。扉が一個あって。なんか、この音もちょっと不気味だよ。調べる。これは使えないようだ。コーヒーマシーンか何か？これは？どこになし。え、結構広いな。階段もあるし、この奥もなんか。あ、ここにも、あ、トイレ。トイレがある。トイレがあるよ。このドアは壊れているようだ。あ、てか私普通に女子トイレの方に行っちゃったけど、ケントは男か。じゃあ、断面。あ、開いてる。トイレになんかいたりしないよね。いないよね。でもなんもないかも。
この急にカメラが変わる感じ怖いなぁ。なになになに、うんうんうん、ビデオ 1? うんうん、なに、え、歪ん、なんか歪んでない、な、床歪んでないですか。え、え、しかも何こ、こ、何こい、この便器のとこにあるやつ調べる。あー、あ、ドリンクか。え、なんだったのさっきの。え、なんかさ、なんかおかしいよね。さっきまでのなんか、あの、平行な感じなくなってるくない？で、え、出ていいの？え、え、さっきの世界に戻りたい。ちょっと、怖いんですけど。あ、歪んでる。歪んだから女子トイレ入れる？入れないね。え、なんで歪んで？怖い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 。あ、でもなんか、あ、なんだったんだろう。元に戻ってるような気もしないでもないな。え、でもやっぱ歪んでるよね。なになに？え、ちょ、グランプリさん？グランプリさん、いる？あ、いるいる。なんなんだろう。なんなんだろうね。ねえ、なんか歪んだ。もう、グランプリさんはほんと室外機のことしか言わないやん。わかったよ、じゃあ。あのトイレが、なんか私フラグ立てちゃったとかなのかな。このドアは壊れている。うん。オッケー。エレベーターは使えない。はい。ってことは、このフロアで行けるのはさっきのトイレと、あと、ここだけだね。この階段。階段は多分登れるよね。上の階へ。何だったんだろうさっきの。怖いな。あ、屋上。あ、じゃあ、そっか、さっきいたビルとは別のビルってことかもね。さっきの屋上こんなんじゃなかったもんね。室外機、右上に見えてるけど、こっからじゃ、いけなさそう。こう、なんだろうね。なんか、壁があるよね。じゃあ回り込む？あ、待って、いる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 ぞ。ドロンコ。でも私にはレンチがある。倒せるもんね。振りかぶれ。あ、ちょっと早かった。ちょ。うえ、いい。ナイス。もう一発。いや。攻撃食らっちゃった。オッケー。え、待って、めっちゃ来るじゃん。めっちゃ来るじゃん。無限の木もしかして。え、え、ちょっと待って。じゃあ、とりあえず、体力回復するやつ、逃げたい。オッケー。動きが呪いから、まだ助かってるかもしれない。ここに、あ、結構いるね。え、室外機どれっつったっけ？は、すぐのやつだったような。調べられない。奥？あ、調べられた。空調システムのスイッチを入れた。これでよし。あ、これが頼まれてた室外機だったのかな。あ、一番奥って言ってたか。あの医者のところに戻ろう。オッケー。多分、このドロンコたちは、あんまり相手してると、キリがないかもしれないから。まだね、呪いから全然避けられるので、一旦じゃあ、避けつつ、よしよしょ。操作が、この辺なんかあったりしないかな。アイテム。おぉ、怖いよ、このカメラワーク。うん、あ、今は向こうに行くべきではない。え？ああ、戻されちゃった。また後で行くことになるような場所なのかな。オッケー。じゃあ、グランプリさんの元に戻るか。グランプリさーん。オッケー、戻ってきました。やってきたよ。済んだか。済んだよ。すまないが、もう一つ頼みがある。何よ。
命からがら怪物から逃げてきた矢先、グランプリはまだ私にやらせたいことがあったようだ。グランプリは申し訳なさそうに口を開く。どうしても必要な書類があってね。ただ私の力では無理なんだ。書類。私は驚いた。こんな事態の中で書類とは。屋上に出て左手に進むと非常階段がある。あ、さっき行くべきではないって言われたとこかな。そこから下っていけば、どこかで仮想のフロアに入ることができるはずだ。でも下に行けば行くほどあの怪物強いんでしょ？行きたくない！このフロアから下へ続く階段は、ロッカーを押し込まれて封鎖されていた。ああ、さっきのとこだね。おそらくは怪物がここまで上がってくることを止めるためだろう。すなわち、開花は危険な状態にある。私は聞いた。その書類はそんなに重要なものなのか？グランプリは黙ってうなずくだけだった。なんだよ、その書類って。自分で取ってこいよ！やだ、行きたくない。私もこのベッドで寝てたい。もう行かなきゃダメ。ちょっとさ、自分で動くとかしないの？仮想に降りるには屋上に出て外の非常階段を使うんだ。行く気ないな、この人。行くしかないか。じゃあ、とりあえずセーブしとこうか。セーブって、ここ以外ではあんまできない感じなのかな？オッケー。はい。じゃあ。じゃあ、また屋上に行かなきゃいけないんだよね。エレベーターとかはまだどうせ使えないだろうし。はぁ、あ。あのトイレの何だったんだろう。でもまだ全然回復アイテムとかいっぱい取ってるはずだから、まあ結構戦えるんじゃないかな。あれ？ドロンコ、ドロンコ出てこ、ああ、いるいるいる。よ。こっちだね。あ、ちょちょちょ、ちょ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 、まっちょ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 
ゼロってなってる。弾がないのかな、今。弾がなかったらあんまり意味ないけど。一旦ちょっと待って、装備。あ、装備もできない。装備もできないのか。あ、できた、できた。装備して、ちょっとエイムのボタンがどこなのか知っときたいよね。B? R? あ、R だ R で、Y で撃つってこと？うん、今弾がないから撃ててないけど。OK。じゃあ、使える時が来たら、ピストルをバンバン撃っていきましょう。状態 44%。あ、ちょっと、食らっちゃってるから、回復しとこうか。OK。30% くらい回復したかな。じゃあ、行くか。あ、でも、あ、なんだ？あー、弾だ！ピストルの弾。何発？うん？あ、12発。12発か。これ、リボルバーっぽいよね。リボルバーっぽい。リボルバーって何発入るんだっけ？ 6 発とかだっけ？じゃあ、うん。でも、ま、ちょっと心もとないかな、まだ。これは？セーブだー！セーブだー！セーブするー！オッケー。今48階にいるんだ。結構広い。何？会議室みたいな感じなのかな？この空間は。あとは何もなさそう。これは？なんもないねー。行きたいけどカメラワークが怖い。ああ！ふふふ。でも全然でも全然よ。でもね。いや、あ、待って、いっぱいいっぱいいるいっぱいいるいっぱいいるね。あ、行き止まりじゃないここ。待って、行き止まり。マジこい。マジこ。死ぬ死ぬ死ぬ、あー待って、死ぬ死ぬ、助けて。そんな俯瞰で見ない。あー、何を俯瞰で見とるねん。 You are dead。 ねえ、ちょっとさ、行き止まり。ねえ、コンティニュー。ドロンコさん、なんかさっきよりなんか若干早い気がした。足が、このドロンコさんたちの、出てくるんでしょ？あれ？出てこないじゃん。なんだったんだよ。あー、いる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 、どこに行けばいいんですか？本当に。437、437、437、オッケーオッケーオッケー、437、437覚えとこうね。あー、挟まないで。ねえ、探索したいの。ねえ、探索したいの。本当に、探索させてください。え、でも、なんもない、なんもない。ここ、行き止まりだから。行き止まりだから、逃げる、逃げる、逃げる。さっきみたいに行き止まりにね、挟まれちゃうと結構大変ってことが分かったので、437ね、437。437だけ覚えとけばいい。オッケー。437、437。で、扉移動しました。エレベーターホールっぽい。どうせエレベーターは使えない。あ、自販機に1995って書いてある。自販機も使えないだろうな。調べられない。で、ロッカーとかが溜まってて、下には行けなくて、上は行けそう。扉が2つ。左側から入ってみようかな。でも、この大きさ、トイレか何か。あ、ロックされているが、鍵で開くことができそう。あ、鍵。これは鍵ね。あー、これ多分437じゃない？ OK。開く。いる？いる？いない？いる？いる？いると思った方がいいな。いる？いる？いる？いないー！いない！よかった。ああ、ここは何だろう？会議室みたいなところかな。メモがある。これは読める？読める。新聞の切り抜きが置いてある。うん。ドクター・ランデル、エネルギー問題解決の糸口をつかむ。ドクター・ランデル。英国サウザンド財団エネルギー研究所のドクター、エネルギー研究所のドクター・ランデルは、自身が設計した巨大原子衝突装置、巨大原子衝突装置によって、3次元以上の存在を証明しました。
さらに博士は次のような興味深い次の研究についても言及しています。巨大原子衝突装置最新のデータによれば、我々の世界はつい最近まで2次元であった可能性がある。そして今後は4次元になるだろう。つい最近や今後という特殊な時間が我々には認識できない時間軸に関係があるとのことです。あ、なんのこっちゃ。これドリンクだね。ドリンク取っといて。あ、そういえば74%、 OK。 なんだろう、ドクター・ランデルっていう人がなんかの研究をしててなんかすごい装置を生み出してで、なんか2次元、3次元、4次元って、2次元が点と線、3次元が今の私たちがいる次元で、4次元になると時間とかを跳躍するみたいなのはよくいろんな物語とかで描かれてますけど、そういうことですか？調べる。ホワイトボードに何か書いてある。うん。今月の営業成績上位3名。営業。1位サム・マイルズ。2位ジェイク・オールド。3位ジェンセン・オフィールド。優秀者には規定の賞与を与える。うん。え？それだけ？逆に意味深じゃない？ちょっとメモっといた方がいい？もしかしてこの名前とか。ちょっと私はメモマなんで、メモっときます。OK。でもなんだろう。営業。このオフィス、このビルはそもそも何なんだろうね。その50階にはグランプリさんがいるわけでしょ？だから、あ、でもあれも医務室みたいなことかな。どういうビルなんだろう。あ、でもそっか。グランプリさんがいるとか、なんだっけ、脳外科なんとかって書いてあったよね。西部のところに。上の階へ。上の階に行きますか。上の階に行く分にはね、地上から離れますから。まだ心持ち楽なんですけど。え、待って、なんかいない？え、ん？ん？何あのカエルの足みたいなやつ。新しいタイプのクリーチャーみたいなやつ。近づかんどこ。近づかんどこ。さっきの会議室の上のところですね。倉庫か何かかな？なんかある。あ、ドリンクですね。あとは？お、え？絵がある。お、絵が置いてある。4？ ビルみたいな絵に4って書いてある。ちょっとこれもちょっとメモります。あとはこの辺とか。うわ、絶妙にカメラワークが。これが多分1995年間っていうやつなんだろうな。1995年のゲームとか多分こういう感じなんだろうね。あれみたい。クロックタワーみたい。で、その隣の部屋はいけるかな。あ、いた。ここも倉庫みたいな。資料室みたいな感じかな。特に見れるものはあった。あ、これピストルの弾だ。よし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 。なんか新しい敵も出てきたし、ピストルの弾あった方がいい。あ、待って、奥にもう一個ありそうなんだけど、いけない、いけない、ここが入れない。どうにかして入れないかな。よっ、ダッシュ欲しいな。ダッシュが欲しい。このノローンって動く感じがちょっと怖い。怖さを逆に煽ってる感じがする。いないよね、敵。いないよね。あ、本当に怖い。オッケー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 。これで。よし、弾ゲット。弾結構溜まったんじゃないかな。お、32個。いいね。新しい敵いるし、ピストルに持っとこうかな。オッケー、ちょっとピストル装備しとくわ。これ、今まだ、弾、装填してないよね、きっと。X でエイム。あ、X じゃないや。R か。R でエイム。はい。あ、リロードしてる。リロード結構時間かかるね。リロードで、今。あ、やっぱ6発だ。6発でリロードね。OK。
弾数残りとかの表示もないし、自分で管理しなきゃ。オッケー。リロードちょっと時間かかってたし。はぁ、あ。じゃあ、あの変な、うねうねがいるとこに行きますか？あれ？出てこない。先に、じゃあ、この扉の中入っちゃおうかな。あ、待って、嫌だ、嫌な音する。嫌な音する。ずっと落としてる。ずっと落としてる。何？何？何？クロックタワーみたいなこと？やだ。あ、痛い。やっぱこいつらは攻撃してくるんだね。でも動けないんだ。動かないんだね。オッケー。何？この音何？あ、これわかんない。まだわかんないから。あ、でもなんか音消えた。何？なんか追いかけてきてたとかそういうことかな。何かが。で、こいつらは近づくと攻撃してくるから、横をさっと通り抜けよう。あんまり長いこと近くにいるとダメっぽい。じゃあ、ここ。さっきの部屋はちょっと後で行きましょう。やだ本当にやだ何こいつやだやだクリーチャーだ。待って、どこも行けないぞ。今の部屋はなんか、え？ん？待って。あ、びっくりした。扉開いたのかと思った。はぁ、あ。結構広いよ。広いよ。この奥も部屋がある。あ、これあれか。さっき、外側歩いてきてたあそこの鍵だね。後で開くかもって言ってたところが開いたんだ。あー。セーブしたい。セーブしたいよ。ちょっとじゃあ回復しときましょうか。じゃあ、ビビっていけなかった部屋に行きたいと思います。まずはここから近いところに行こう。せっかく銃持ってるし、撃とうかな。撃つ、頑張って撃つ。戦うんだ。まずはじゃあこの部屋入ります。あ、ちょっと待って。バー、違った、 Y だった。また間違っちゃった。あ、死んだ。 OKOKOK。 でも結構弾使っちゃったし、いっぱいいるし、ちょっと待って、やっぱあれかも。あんまりピストルとか使うのあんま意味ないかもしれないね。あ、ちょっと待って、なんか引っかかってる。嫌です。待って、お願い。違うの。お願い、待って。パソコンがあったりいろいろするけど、こいつらはあんま近づきたくないけど、あ、なんかあるけど、いけない。あ、待って、いけないの。よいしょ。奥から行く感じかな。ああ、操作が。追いかけっこしてます、完全に。ちょっと銃の弾は結構無駄に撃っちゃった感あるな。あれ？これ調べられない？あ、調べるものじゃないのこれ。え、絶対何かあると思ったんだけどな。あら、やばい。やばい、引っかかってる。なんだろうね、あのフラミンゴみたいな。これは調べられないの？調べられないと思っていいかな。オッケー、調べられないです、これは。ここはもう何もない。何もないです。何もなかった。何も見なかった。何もなかった。オッケー、何もない。何もないです。はぁ。あー、めっちゃ食らってる。回復しようか。あー。あ、やばい、食らっちゃう。オッケー。あとはじゃあ、この部屋だ。この部屋開けたらなんか出てきそうなんだよね。待って、リロードした方がいいかな。リロードした方がいい。いや、あと3発ある。いいや。はぁ、怖い。あれ？でも音しない。あれ？さっきまでしてたのに。あー、やっぱ、いるいるいる。いるいるいる。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 
ゆるゆるゆる。でも、ちゃんと冷静に、冷静に操作できれば、かわせる。かわせるし、メモがある。メモが置いてある。お。下記の社員は速やかに人事部からの評価レポートを受け取ってください。社員ナンバー151、アン・ビッケル。社員ナンバー213、ジェイク・オルド。社員ナンバー257、サム・マイルズ。以上。あ、待って。さっき、メモった人の中にいるね。社員ナンバー213のジェイク・オルド。213。これもちょっとメモっとこう。ジェンセン・オフィールドはいない。サム・マイルズが257。うん。サム・マイルズが営業成績1位の人で、ジェイク・オルドが2位の人なんだよね。アン・ビッケルソンも初めて出てきたの。これもメモっとこうか。アン・ビッケルが、151。ジェンセン・オーフィールドさんの社員ナンバーは分かってないな。どっかで拾えるのかな。いい、やばい。この辺は、この辺は何もない。何もないです。何もないです。やばい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 。出る、出る、出る。オッケー、出る。あれかな？さっき怖い音したのって、あの敵が初めて出てきてたから、あのフラミンゴさ。あのフラミンゴみたいなやつが初めて出てきたから、なのかな。で、ここが開くんだけど、3桁の数字で今、ヒントとして持ってるものってさっきの社員ナンバーぐらいなんだよね。1個ずつ入力していこうかな。257。これがサム・マイルズさん。あ、違うみたい。213。これはジェイク・オールドさんだね。213。これも違う。アン・ビッケルは151。あ、全部違う。じゃああの社員ナンバーとかあんま関係ないのか。むむむ？じゃあ、どうしたらいいかなぁとは。調べられるところはもう調べたんだよな、多分。あ、あのエレベーターとかは多分使えないだろうし。あるとしたらやっぱ、ここの部屋の、どこかに何かが、ヒントがあるはず。ちょっと待って、倒そうか。ちょっと銃もったいないからパイプレンチとかでこいつ倒してみない？あ、やばい。やばい。ああ、やばい。ああ、ちょっとね、リーチがつかめない。ああ、死んじゃった！コンティニュー。死んじゃった。どこからだろう？ログとか見てみようかな。お、おお、おお、なるほど。綺麗になった。ああ、エフェクトがかけられるんだ。でもせっかくだから。あ、ハード。おお、すごい。へえ。せっかくだからちょっとこの状態のままにしようかな。さて、ここから下に行くのはさっきと一緒のはずだから。上に戻ってみる？でも鍵も何も持ってないし、上に戻ったところでなんだよな。やっぱどっかで何かを手に入れなきゃ先に進めないもんね。危ない危ない。開かないよね。開かない。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。やだ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 、やめて。痛い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 。痛い痛い、痛いよ。ちょっと待って。回らない。キュ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 。うわ、待って、挟まれた。あ、待って、終わる。キュ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 。カメラワークが見づらいよー。あ、死んだ。ねえ。ねえ。ねえ、嘘だろ。死んじゃったー。
どうしたらいいんだろう。数字がなぁ、あの3桁さえ分かればいいんだけど、あの部屋のやつ、あの電話が電話っぽいものがあった部屋、いっぱい敵がいたけど、あの敵たち倒したらなんかフラグ立ったりしない？電話のフラグとかさ。やってみるか。でも倒すの大変なんだよな、結構難しいんだよね、このさ、この遅いアクションちょっとじゃああれに変えてみるか、銃に変えてみますか。 OK、 このキシャーって言ってるのがこの足たちの鳴き声なんだね。はぁ、一匹ずつ倒してみるか。あ、待って、あ、リロードしてる。さっき3発で死んだ。 OK。 あ、待って、もう来てる、もう来てる、 2匹目もう来てる。 OK、 OK、 倒した、倒したけども、特に何も。この足とかって倒せたりするのかな？足ちょっと倒すの、じゃあ、レンチの方がいいかな。動かないしね、こいつら。いいとこまで寄って、殴る！あ、殴れない。もうちょっとかな。殴る！あ、一発じゃん。おう、じゃあ、倒してみようかな。お、あ、やばい。あ、キュキュ。はっはっはっは、ぐはっはっは、どうだ、参ったか、うっしゃ、倒した、倒してやったぜ。オッケー、オッケーだけど、何も起きない、何も起きないな。この辺のパソコンとか調べられたりしません？しない、しないね。うん、でももうあの倒したからね、心置きなく調べられますから。あ、これもしかしてなんかある？なんもない。なんもないの？調べるもの欲しい、調べるもの欲しいよ。なんもないじゃん。倒したのに。この扉だけだもんね。この、なんも、うん、椅子。やっぱあの、電話とか、この電話もやっぱ調べられないんですかね。無理だね。積んだ。積んだぞ。これ、なんもないの？これ絶対電話でしょ？鳴ってよ。なんかヒントちょうだい。ほら。でも、一個収穫。あの足のやつは一発で倒せる。から、あのエレベーターホールのやつ倒してみようかな。特に意味はないけど。むしゃくしゃするから。よっしゃ、デストロイ！アイシコーン。こいつデシコーン。倒したらなんか出てきたりしないかな。デシコーン。こいつらは適度に距離を保ってれば攻撃もしてこないし、一発で倒せるから楽ちん。オッケー、綺麗になったけどなんもないな。エレベーターは使えないようだ。だよね。なんもないんですか？なんもなし？せっかく倒したのに。お、調べる。ドアの鍵？心当たりあるとしたら、あ、ないのか。下の階になんか、ここの、あ、ここ、下だっけ？上だっけ？一個上のフロアが確か、鍵があれば開くかもって言ってた。そこかな？
ああ、やっと、やっとだよ。ああ、よかった。もう一回ここ調べ直して。この、ちょうど上の階だよね。ここの、ここの、ちょうど上のとこ。だから、一回戻りましょう。あ、上じゃない、下だったね。はあ、進んだ。ここ、ここ。ここが多分開くんですよ。あー、開いた。あー、やっと進んだ。オッケーオッケー。広めの部屋。掲示板とかがあって、あ、ドロンコたちがいる。ドロンコたち倒しちまうか。うまく当てれば、3発でいけたから。ほい。もう一発、ちょっと下がって。いけ、よいしょー。もう一匹、来いやー、来いやー、来いやー。はい。で、ちょっと下がって。よいしょ。あ、やばいやばいやばい、ちょっと下がって。よいしょ、オッケーコツをつかんだ。さあ、このフロアにはもうあいつらしかいなかったかな？何この。アップルパイみたいな。さて、この狭いところを見るのにね、茶色いの、ドロンコたちがいるとね、挟まれて危険ですからね。さあさあ、ちゃんと調べよう。ここ、セーブポイントあるんじゃないかな。ないかな。さっきみたいなことがありますからね。もう、念入りに調べていきますよ。ここはない。ここは？あ、ちょっと入れなかった。よいしょ。おー、よいしょ。なんもない。意外と、あ、何？調べる。メモ書きが置いてある。オッケー。今月の成績、惜しかったな。あと一歩だった。来月はサムを抜くだろう。祝いの品は保管庫に置いておいた。暗証番号は君の社員番号から私の部屋の数字を引いた数だ。すぐにわかるだろう。今月の成績惜しかったな。あと一歩だった。来月はサムを抜くだろう。上の階にあったメモに、営業成績1位サムマイルズってあったんですよ。で、サムを抜くだろうってあと一歩ってことは、これはジェイク・オルドさんに向けた、メッセージなんじゃないかな。で、ジェイク・オールドさんの社員番号は、213だったんだよ。で、私の部屋の数字を引いた数。213-何か。だね。私の部屋の数字がわかんないけど、これはまたどっかで出てくるのかな。OK、また新情報ですね。意外とね、このね、調べるっていうアイコンが出る範囲がシビアなんだよね。だから、こうちゃんと調べないと、さっきみたいに詰まることがありますからね。もうトラウマ。さっきの詰まり方、トラウマだわ。オッケー。あれ、調べ終えちゃった。調べ終えてしまいました。ここもなんもないもんね。なんもないしか言ってないなぁ。オッケー。うん。探索終了かな？あの段ボールなんかあったりする？ないね。ちょっとセーブポイントあるかなって思ったんだけど、なかったなぁ。せっかく上に戻ってきたし、セーブしとくか。セーブしてきまーす。上じゃなくて下なんだよね。ずっと間違ってる。ああ、浮きた。もう倒しちまうぞ。いいのか？倒せるんだからな、今、私。倒しちゃうぞ、本当に。おい。
痛い。倒しちゃったー。ちょっと食らっちゃった。回復しとくか。で、セーブして。うん、やっぱあのクローンの電話なんだな。電話は別に調べられるオブジェクトじゃないってことか。さあ、ちょっと待ってね。ポーズ。さっきの部屋のメモで、君の社員番号、ジェイク・オールドさんの社員番号から、私の部屋の番号、を引いた数が暗証番号だとか言ってたよね。私の部屋の番号が何なんだろう。それがちょっとわかんないな。もう一回あそこ戻ってみようかな。さっきの開いた鍵で行けた場所もう一回戻ってみたらなんかあるかな。それか、今ちょうどあの茶色いの倒したし、ここもう一回ちゃんと探索しようかな。意外と探索漏れがあることに気づいてしまったので、一回ちょっと探索してきま。あれ、もう一匹いなかったっけ？お化け。あ、いる。おばば。おーい。ちょっと待って、ちょっと広いとこ行こうよ。ほら、おいでー。うら。ちょっと下がって、うら。もう一歩下がって。あ、ちょっと、ずれちゃった。よいしょ、痛い。なんで謎。はなんで、あれかな、あいつの残りがに触ると痛いとか、そういうこと、そういうことだったりする。あ、来た。試しに、この辺の社員さんたちの番号を引いてみたりしようかな。あ、待ってね。1位がサム・マイルズさんなんだよ。で、2位がジェイク・オールドさんなの。で、さっき、下の階で見つけたメモ帳に書いてあったのは、なんだっけ。ジェイクさんに向けた手紙だったんだよね。で、ジェイクさんに、ジェイクさんの社員ナンバーと私の部屋番号かなんかを引いた数がどうのこうのって書いてあって、今んとこさ、このアンビッケルさんっていう人は出てきてないわけよ、どこの資料にも。で、わざわざ社員番号とかまで書いてあるってことはなんかあるんじゃないかなって思うんだよね。だから、ジェイク・オールドさんの213と社員番号151のアンビッケルさんの番号引いてみようかな。213-1-5-1-6262?062?もうね、思い当たる情報がこれしかないから当てずっぽだけど、当てずっぽっていうか本当に合ってるかわかんないけど、一応入れてみようかな。0 6 2。ねえ、ダメですか。そうか、ダメか。あとは、絵画で隅に4だけ書いてある絵画があって、これも部屋番号とはちょっと違うけど、引く4は209。あ、え、あった、え、ちょ、待って、え、開いた。お、開いたぞ。209で合ってた。ってことは、ん？
ジェイク・オールドさんの社員番号 213-4 が正解だった。あのなんか変な絵画のやつ。部屋番号が 4? 部屋番号が4だ?でもまあ開いたからよしとしよう。よかった。でもちょっとなんか釈然としないな。部屋番号が4って調べる。あ、書類あった。書類あったー。これだ、これのことですか。この書類だ、あの医者の元に戻ろう。グランプリさんありましたよ、書類。やっと見つけたよー。はぁ、ちゃんと調べて帰ろうね。うん。なんもないかな。いやー、結局、そもそもさ、なんでこの部屋の暗証番号が、ジェイク・オールドさんの社員番号を引く4なわけよ。うん、そう、ヒントはあったけどね。まあいいや、でも、書類が見つかったんで、グランプリさんの元に帰ろう。ああ、よかった。ここだっけ?あ、ここじゃないや。ここでも、ここも鍵で開くんだね。いつか開くかな。あ、そっか、ここか。オッケーオッケー、戻れる戻れる。よいしょ、よいしょ、よいしょ。暗いな。あ、こいつは虫、こいつは虫、もう虫、もう虫します。どうやって戻るんだ?あ、うん、あの上か。あの上だ。もう邪魔くさいな。倒しちゃうぞ。今ちょっと回復がないから。回復がないから。命拾いしたな。ふぅ。ああ、戻ってきた。懐かしいよ。はい。書類持ってきたよ。グランプリさーん。ちょっと、話する前にセーブしちゃおう。オッケー。ファイルを持ってきたか。持ってきたよ!大変だったよ!グランプリは、グランプリって言ってるけど GP なんだよな。グランプリは安堵した顔で私に話しかけた。これで君は先に進める。へぇ、さあ、これがその道筋だ。そう言ってグランプリは小さな鍵を私に渡した。これは屋上の倉庫の鍵だ。天井のハッチから隣のビルへ行くためのワイヤー装置にたどり着ける。ああ、さっきの、なんか2枚扉があった、でっかい扉のとこかな。そして私がさっき取ってきたばかりの書類も差し出した。隣のビルに渡ったら入り口でこれを見せろ。私からの連絡だと。そこから先の道は向こうの人たちが教えてくれるだろう。じゃあグランプリさんこれで終わり?グランプリさんもう会えないの?屋上の倉庫からワイヤー装置を使え。ありがとう。なんか会えないってなるとちょっと寂しいな。また会いに来るね。元気でいてね。疲れたから寝かしてくんない?疲れたんだけど。行くか。じゃあ、話聞いただけだけど、まあ、一応セーブしとく?じゃあ、いいや、ここだけいいや。OK。ちょっとね、回復がなくなっちゃったのがちょっと心細いので、この辺は壊れてんだもんね。なんか、どこかで回復ゲットできないかな。そういえばこのコーヒーマシンって、あ、使えない。回復出てこないかなって思ったけど。よし。じゃあ、グランプリさんが言う通り、屋上の倉庫の鍵を使いますか。よし、できれば茶色いのに捕まりたくないな。あっちに
鍵を使ってドアを開けた。これが倉庫って言ってたね。で、ここからワイヤー装置で次のビルに移れるっていうことだったね。おお、倉庫、倉庫。倉庫なら回復あったりしないかな。ちょっと薄暗くて見づらい。雑誌か何かが積まれてる。あー、これで上の階へ行けるのかな。え、なんもない。なんもないな。なんもないな。くそー。じゃあ上の階。お、出た、外。これがワイヤー装置？これだ。やっぱワイヤー装置って書いてある。書いてあるとか使うって言われてるね。ちょっと、見た感じ回復もなさそうなんで、じゃあ、使っちまおうか。ワイヤー装置。これで次のビルに移れるってことだね。オッケー。ああ、一区切りついたんじゃないかな。お。嫌な音。何？なんか、ビニールシートみたいなの貼って家みたいにしてるのかな。ワイヤーを伝い、隣のビルに飛び込んだ。ここの屋上はテントの残骸が点々としていた。かつてはここで人が避難生活を送っていたようだ。が、今は気配がしない。うんうん。はい。っていうことで、ビルに移ってきました。このビルの方がさっきのビルよりは多分低いのかな？位置的には。もしかしたら、またちょっとこう強い敵が出てくるかもしれないですね。相変わらずなんか、床は歪んでますね。はい。ということで、とりあえず、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。